梵天と魚元祭りは、毎年6月5日から翌6日にかけて行われる、京都府宇治市の祭り。10日を消した暗闇の中で行われる暗闇祭りの一つ。宇治の平等院の難問から100メートルくらいのところに、ある、県神社の祭礼で、6月5日の深夜、明かりのない暗闇の中で、梵天と魚と呼ばれる儀式があり、町内の男衆が、梵天と呼ばれる御腰を担ぐ。 この御しの通過する間は、家々も明かりを落として、それを迎えるため、暗闇の祭と呼ばれている。東京府中の大国魂神社の霊祭などとともに、暗闇祭りとして名高い。6月5日の午後10時頃までみ店も出る。かつては、旧暦5月15日に行われ、沿道の家では、男女雑魚ねして、お当たりを待つので性的行事の祭りとして名高く。 種もらい、祭りとも言った。法山会による、盆天と魚盆天と魚は本来、宇治神社小田美書県神社宇治神社へと御、県神社のルートで行われていたが、2003年に観光祭が行われなかったことで、御輿の担ぎ手である、県祭法山会と、県神社の関係がこじれ、2004年から神社側が独自に、盆天と魚を行うなど、分裂状態となった。 2014年は、法山会側が自粛する形で神社側のみの梵天渡行を行ったが、その後も関係改善がなされず、2015年から再び分立開催となった。これには、以前よりあった宇治神社と県神社の対立が関係しているという。関西学院大学の調査によると、両神社の対立は1965年に、顕在化し、1968年には、 裁判にまで発展、その後和解と対立が繰り返されていた。対立は、両者の祭り神官の違いにあり、この花咲や姫命を祭人とした独立した神社で、あると考える、県神社に対し、宇治神社側は、県神社は、宇治神社の祭人と同地いらつ子の母神にあたる、九州屋側枝姫命を祀る抹であるとする。この認識の違いに加え、祭りの主導権争いや、 金銭的な問題もあったと見られている。年中行事時点 p 六千九百五十八年五月二十三日、初版発行にし各遺症協編東京道出版。年中行事時点 p 六千九百五十八年五月二十三日、初版発行に日、各遺症協変東京道出版。案夜の記載五日に、県際京都、宇治、再び、分裂都業に、京都新聞。 2015年6月5日閲覧。ABC 祭をめぐる2つの祭り新館、京都風受験祭の事例から加藤幸、関西学院大学社会学部、島村康則ゼミ卒業論文用詩集、2013年1月13日。ありがとうございます。